エージェントアルーシェ、あなたに任務を与えます。巫女リリアーナをこの教皇庁までエスコートするのです。これは重要な任務ですよ。くれぐれも。リリアーナ、リリアーナ、リリアーナ、ルーエンハイド、そして私。あの頃は毎日が夢のようだった。いつまでも一緒だと思っていたのに。でもこれでリリアーナに会える。お嬢さん、お怪我はありませんか？おかしい。お嬢さん、だって。もしかしてリリアーナ？私、そんなに変わった？うん。少しは大人っぽくなった。ルーシェは変わってないかな。行きましょ。リリアーナ。アルーシェ。うん。ありがとう、助けてくれて。騎士として当然のことをしただけさ。
アルーシェ、怪我はない？邪妖に一人で立ち向かうだなんて。大丈夫だって。これでも騎士として修行してるんだから。相変わらず無鉄砲なんだから。そうかな。でもびっくりしたわ。本当に騎士になったんだね。ああ、今は教皇様の指令で邪妖と戦う毎日さ。でもこっちもびっくりしたよ。突然教皇様から、巫女リリアーナを教皇庁までエスコートするのですなんて言われちゃって。リリアーナこそ教皇様から名前を呼ばれる巫女になるなんてすごいよ。もしかしてリリアーナは世界を救う巫女になれるんじゃないかな。なんだ？邪妖？くそ、夜はまだだったのに。リリアーナを下がって。ううん、私も一緒に戦うわ。リリアーナ、私だって邪妖から世界を守る教皇庁の人間だもの。いつまでもアルーシェに守られるだけじゃない。少しでも力になりたいの。わかった、一緒に戦おう。頑張ろう。これで、はっ、これでやったわ。そこね、はっ、へっ、それ、はっ、これで、はっ、当ててみせる、はっ、へっ、それ、そこね、ふっ、へっ、これで、なそれね、そこね、やったわ。だ、やってや、いいわね。これで、はっ、へっ、だ、やってや。これで全部かな。危ない。今のうちに早く。あ、リリアーナ、時を遅らせる力。ううん、大丈夫。強くなったのはアルーシェだけじゃないよ。私もこの力、誰かのために使いたいの。さあ、教皇庁へ急ぎましょう。さっきの襲撃で馬車の車輪が壊されてる。それじゃあここから先は歩きだね。あ、行こう。
なあ、なあ、遅い、うん、そうそう、どうしよう、外さないわ、そこで、へっ、飛べ、あそこで、やあ、やあ、やっぱり暗くなっちゃったね。あ、ホタルだ。綺麗。ああ。でも急がないと。夜は邪妖の時間だから。邪妖のせいでこういう景色。あまり見られなくなったよね。夜が危険で出歩けなくなったから。リリアーナ、あれは、ねえアルシェ、来て。ちょっと、どこに行くんだよ。こっちよ。危ないって、リリアーナ。ねえ、ここ星降りの丘に似てない？ああ、学園の裏の。そういえば似てる。見てある。星降りの丘で流れ星を見るたびに祈ってたの。この世界がいつまでも優しいものでありますようにって。ねえ、覚えてる？学園で一緒だったこと。一緒に美味しいものを食べたり、一緒に湖を見に行ったり。この任務が終わったら、昔過ごした町に、ユーラルムに連れて行って。うん、約束だ。リリア、やっぱり変わってない。リリア、それじゃあ教皇庁まで急ごっか。
任務を終わらせてユーラルムへ行こう。護衛は私めにお任せあれ。あるったら。さてと、教皇庁はあっちの方だな。これって、これって、いいわね。